あ、冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもう済んだわ。それより馬場ちゃんどこ行ったか知らんか。さあどこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、馬場が直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。え、それ本当ですか？ああ、馬場のやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。ババのやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていたババを勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあババのやつどこ行ったんだ？俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった、もう面談は終わったのか？それがババの面談1時間以上前に終わってるらしいっす。なんだと？ほんならやつはどこ行ったんや？あんた、うちの坊によるババ知っとるか？ああ、あいつ知ってる。さっき見たよ。ほんまか？
どこに行ったかわかるか。最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ。あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と。西島さん。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らず、ババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく、急いで資材置き場に行かな。こいつ、やりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした。こんなところで何をこそこそやってる。こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何。ババちゃん。ババ、お前がやったのか。違う、俺じゃない、俺じゃないんだ。何。じゃあその手に持っているものは何だ。こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない、俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う。いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか。せやな。
西島さん、どうでしたか？そうですか。結局、馬場がやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けど、せやったらあの刑務官らも馬場を犯人扱いできへんやろが。どうかな。ん？被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。ほう。でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけどババは自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。ババを信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。なんだ。ババちゃんが刺してないってっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃない馬場ちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器を馬場が取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男は馬場ちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器は馬場ちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探って馬場が用意でけんかったっちゅうのを確かめたらいいんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくとも馬場ちゃんが犯人であることも同時に否定できます。うん。日村。は
はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらないやら詳しいんだ。ああ、やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事が無所におるんや？まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で、具体的には何したらいい？ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね、手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか、まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた、やりましょう。ああ、
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰の使ってるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器ならババと一緒に刑務官が持って行っちまっただろう。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしはないでしょう。刑務官も行ったら最後3人揃って帳場相撲に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんねん。仕方ねえ、やるか。え、やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって、大島のおやさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰棒どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやさん、あんたまさか。窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、ババのためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。わかった。Thank you.
止まりなさい、止まりなさい。待ちなさい、待ちなさい。止まりなさい。待ちなさい。止まりなさい。待ちなさい。止まりなさい。待ちなさい。冴島、どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら。ああ。刺す。バカ、でかい声出す。刺す。日村、お前。いや、これでも。で、飲みは？予想通り。はい、130。ああ、早速この剣を高坂に。待ってくれ。どうした冴島？そんな声面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的を。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足にこ。とぼけんのもいい加減にせえ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたも馬場と同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。馬場が大和田を刺したっちゅうこののみ。お前、木工の作業所からさあ。バカな、あんなクズ一人助けたところで何？お前の仮釈が。はい、そないなん関係ない。今すぐ一緒に来。ババちゃんは仮釈放が決まってた。あいつもおとなしく生意気に反抗。どういうこと？ババに言ったんだよ、昨日の夜冴島が懲罰房から帰って。なんやと？ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって。確かあいつ組に捨てられて仮釈放を引。お前だが、あいつは断った。だから呼び出して教えてやろう。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩した。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこに馬場のやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみを馬場に渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取った。あとはお前も知ってる通りだ。
お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し、ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、佐江島、お前立てや。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましや。お前に切れとるんやない、俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん、それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟に思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。何がおもろい。この勝負俺の勝ちだ。ん？全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。てこずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。佐江島への復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、佐江島大我、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。ん？あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。佐江島。ちょ、こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。
はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのかは。お前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は思って出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。搭乗会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれにあたる。お前ここを出たら搭乗会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年、お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は二つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。なんだと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償ってここ出られりゃそんだけでええ。冴島、
佐江島の兄貴。佐江島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副署長が通してくれたようです。そうか。それにしても佐江島、随分と早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、佐江島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか。波紋のせい。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋ってそんな、何があったんです。理由は分からんけど、破門されたこと自体はどうでもええ。それより、それより何だ。嫌な予感がするんや。配達でーす。はい。これってん？どうした日村。これって佐江島さんがいた組のことですよね。東条会最高幹部真島五郎氏死亡って。兄貴これ。あんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴、嘘や。この犬断るわけない。佐江島さん、こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。佐江島、ババ。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。わかりました。佐江島、お前もだ。早く立て。兄貴。呼び出したのはあんたか、副署長。嘘の理由まで作って来ないな場所を呼び出して、一体何の話。副署長室では第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです。説明してください。実は佐江島の仮釈放申請が却下された。え？却下って、どうして。私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って、そんな。佐江島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東条会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それにババちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。
マジマ？マジマって確かさっき新聞に載ってた人の名前。マジマ五郎、東条会射程頭直系マジマ組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力マジマ組の組長であり、佐江島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃああの殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長北方泰造だ。北方組？警察関係者の話によれば、真島は東条会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ？はい。なんなんや、ババちゃん。北方組は前に俺がいた組です。なんやって？場所を移した方が良さそうだ。そうだな。資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。エンク、この隙に何するかわからへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。わかった。あの、兄貴。ババちゃん、今は副署長の言うこと聞いとこう。話はそれから。はい。待たせたな。でさっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか？ええ、そうです。でも高坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が？そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうこと？半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった佐江島への暴行、連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで佐江島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？佐江島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、佐江島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああ、そうだ。もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は2つしか存在しない。1つは関西の近江連合、それにもう一つは。そうか。つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか。なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか？裏切り者がおるっちゅうことや、東条会の内部にな。裏切り？佐江島は2年前この刑務所に入るとき、
刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭？とにかく東条会はどうにかして佐江島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を。しかしただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に佐江島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっき言った運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうこと言う？脱獄しろ、ここから。なんやと？ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が？所長は佐江島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に佐江島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなことを許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。控訴か。佐江島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら房を出てください。刑務官に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも会わないで済むでしょう。分かった。最後に一つだけ約束してください。何や？もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。で、何だったんです副署長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話でね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、佐江島さん、ここ出たらどこ行くんです？月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ佐江島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで？だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、佐江島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、佐江島さんの親友なんでしょ。
冴島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました？別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつ探すんです？俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接お手話が聞きたい。話してどうするんです？警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ、何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか、それか犯人がもっと強い奴やったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方っすね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい、それだけ。俺の勝ちや。あー、来たね。最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ冴島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？例のってあの妄想ゲームか？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやね、またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。まずは
よし始めようか。
世話になったな。行きましょう。さんの言った通りっすね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。まそん時はそん時でしょ。大丈夫、きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。ええ、逃げろ冴島、逃げるんだ。香坂、すまない、俺の力では止められなかった。だからどうにかして自力で逃げ、香坂、どこに行くつもりだ冴島。国原、お前、てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。ババちゃん。はい。あんなクズでも香坂藩は生かせっちゅうやろか。
言うんじゃないですかね、高坂さんなら。そうか。よう聞けや、お前らは殺さん。その代わりこの世には死ぬより辛い生き方があるっちゅうことをその体に教えたるわ。生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。うYeah!
どんなに頑張ったって無駄だぜ。まだまだ新手がこっちに向かってんだからよ。ここを出たってあんたは逃げられねえんだよ。死ぬまで楽しもうぜ、鮫島。うん、信じられない。この人数相手に勝つなんて。処理は自分でせえ。切るなり焼くなりしたら生き残る方法くらいあるやろ。お前は極道相手に戦争を吹っかけたんや。こんくらいの覚悟できとったはずやろ。殺さないで。殺さへんよ。高坂藩との約束やからな。いけるか、ババちゃん。はい。刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。当たんないかと思って。日村さん。捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます、冴島さん。日村。あー、副署長なら大島のおやすさんが手当てしてます。どうにか一命は取り留められそうだって。ほんまか。ほら大島のおやすさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。
あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんといろいろ裏のある人ですよね、あの人も。はあ、よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか。ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん、ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。またそんな、こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや、早く行って。鬼切る。ええ、俺が出所したら飯でもおごってください。任せとき。めっちゃうまいホルモン焼き死ぬほど食わせたるわ。え、なんで？カルビとかのはいいんですけど。ほな。アクセル全開で突っ切りましょう。ああ、しっかり捕まっとけよママちゃん。
とか難所は越えましたね。ああ、ママ、どうした？力が入らない。ママ！木村の言うてたんよりでかいヤンキー。
時。あんたが助けてくれたんか。ひどい凍傷だ。まだ動かん方がいい。下手に動くと凍傷部位の組織を傷つけてしまう恐れがある。しばらく安静にしていることだ。ババはもう一人男がおらんかったか。探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。素人が雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒事は困る。その馬場という男は私が探しに行く。
今面倒事は困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。なんやと。おそらくあんたを襲ったのは通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。確かに相当でかいクマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、うん、ま、昔そういう噂もあったということだ。どちらにしてもあんたの仲間がクマの餌になる前に助け出さないと俺が迷惑する。そういうことだ。あんたがここを出ていくのは構わない。だが死ぬならせめてクマの餌にならないところで死んでくれ。そこに着替えを用意してある。古着で悪いが好きに使うといい。まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。俺は冴島へ。あんたのおかげで死なずに済んだ。おきに。俺は奥寺だ。おい、ちょっと。あんただな。今朝この集落に担ぎ込まれた。あんたは仁科という。またぎって。ああ、もうここは昭和の前から。それで。ああ、それなんだが、またあの新入りがやらかすんじゃないかと。新入り？奥寺だよ。あんた。奥寺藩が新入り？ああ、あんたは知らんのかもしれないが、あの奥寺ってやつはこの集落に突然やってきた流れ者だ。10年ぐらい前に遭難しているところをこの集落の漁師に助けられ、それ以来マタギの真似。俺ら土着のマタギは迷惑してるんだ。で、いや、奥寺が今朝また化け物、山おろしって言われる。それでもしかして。何？あんたは山おろしに襲われた。あのクマが山おろしなんかどうかは分からん。奥寺はそのこと知って。当然や。じゃあやっぱりそれで。こうした。急にどうした。あんたも命が欲しいなら今すぐ家に戻って。間違っても奥寺の。あんた、なんで俺の。奥寺さんに頼まれててな。もし2メートル、多分9年。9年前。山おろしに。山おろし。ああ、当時奥寺、その佐藤が山おろしを追って、9年前のある日、佐藤は山おろしの噂を聞きつけ、
単身狩りに出ていった。そう。それで？狩りは失敗。佐藤は行方不明。この集落。ああ。家屋という家屋は壊され、備蓄していた。この集落で生きるマタギにとっちゃ、冬は、ほんとあの年の。そないね。それ以来だ。お、毎年冬になると、山下ろし。もしかしたら奥寺さんは、山下ろしを追いながら。それやった。いや、今日はやぼい。まあ、ここは。いや、追ってはおけん。奥寺藩は。うん、奥寺、多分あの男は止めても聞かない。ならせめて、行くや。なんやと。ああ。で、まずは。なるほど。となる。どうやって手に入る？地図は俺が用意する。そらそう。俺が地図を書き上げるまで、事情を話せばわけ。わかった。もしかして。ああ。私は。に？まさか山に入るお。いや。もしかして。うん。9年前のあの日を思い出したんです。どういうこと？すでに聞いているかもしれません。でもあの日は数メートル先も見。それで奥で。ええ、集落を一軒一軒回って頭を下げて。でも誰、主人はよそ者を助ける。あんた。ええ。鹿の肉です。せやけど。大丈夫です。おにぎる。その代わりと言って。何や。奥寺さんがどうしてあの雲。なんでそ。9年前のあの事件、それまで。きっとみんな、だからそのストレス。そういう。めったに他人に心を開かない奥寺さんが、きっとあなたなら、奥寺さんの心、どうか、この集落に住み着いた9年。わかった。俺に何ができる。お気をつけ。
え？ババちゃん、何しに来た？ババを助けに来たんや。まさか。迂闊だった。それよりその男。分かった。怪我？ああ。さっそく。俺は奴を追う。せやけどあんたも。余計な心配は無用。分かった。奥寺藩、無事やったか？ああ。発見が遅かった分、あんたより重傷だ。だが、無茶をさせなければ。ああ。そういえば。いや、吹雪が強い。そうか。集落の人に聞いたんやけど、あんた、やん。山おろし、カルンに人生。狩りってのはな、生きるためにすること。俺たち人間は何千年も前から、どうこの鍋の肉もそう、俺が食べるために殺し、殺したから責任だが、ほな、ただの殺戮。俺はあの、思えばに、憎いという理由で人を簡単に殺す。だからこそ、それは罪として裁かれるべきことだし、
それを償うために刑務所があるんだ。だが人を殺したことを悔い改め刑務所を出ていく人間、ほとんどの奴は自分がやっ殺すというのは食べるための、そして殺人者が何を言おうとただの詭弁に過ぎない。あんた、それがどっちでもない。ただつまり俺はただの殺しをするため。さあ話を。漁師のおっちゃんや。そうだと思う。まだ完全に回復しとらん。あまり喋らん方がいい。はい。ちょっと待ってろや。奥寺犯人。